はい、ラルちゃんとさばきましたよ。ね、もう犬も駆られちゃった。はい、散歩行かなくなっちゃったけど、今ね、走ったんだよ。今走ったよって、ラルちゃん今走ったよねって、嬉しそう。あー、もう尻尾がブン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 、嬉しそう。ラルちゃん頑張ろうね。もうちょっと歩こうよ、もうちょっと歩こう。止まっちゃった、止まっちゃったな。今日は暖かかったですね。2キロ歩きましたよ。30分ぐらい。荷物が来ましたよ。開けてみたいと思います。かわいいのが入ってるよ。ほら。おーなー。かわいい。ソランくんかわいくてまた編んでしまいました。あんまり似てないかもしれませんが、ネズミさんも編みましたよ。お友達です。かわいい子ね。上手。え、ソランだよ、ほら。ソランの模様だよ。上手、かわいい。めっちゃ似てる、似てる。うわ。ちょっと待って。なんか素敵だよ。デコ様へ、デコジャズを聴かせていただきながらいろいろ編んでみました。リクエストにお答えしていただいて、いつも楽しく。時間を忘れてしまいます。ありがとうございます。わあ、素敵。ちょっと。前もね、編んでくださってるバッグ、かわいいの。うわあ、つかちゃん素敵。つかちゃんです。つかちゃんですよ。大人の感じで、チャーミング。ねえ、かわいい、上手。ちょっと、これからの季節にぴったりな感じ。え、待って、これ中、すごくない？ほら。あ、嬉しい。私ね、肩にね、かけるの好きなんです。ほんと、嬉しい、これ。それもね、ちょっと撫で型なので、すぐ落ちちゃうから、斜めにかけて歩いてます。嬉しい！ほら、中が黒猫ちゃん。かわいい、この黒猫ちゃん、また、目つぶって。たりさ、ほら、かわいい、いろいろ目開けたり、魅力的。ほら、夏に送らせていただこうと思っていたアームカバーとお揃いのバッグです。遅くなってしまいました。すごい、かわいい。かわいい、めっちゃかわいいんだけど。わあ、上手。かわいい。なんかほら見て。袋の。わあ、これもそうだ。下に。猫ちゃん。かわいい。猫ちゃん。これ見て、かわいい。クマさんがいる。クマさんが。ほら。いやあ、レースでまた。なんて上手なの。つかちゃん、すごい。ますます上手になってく、つかちゃんが。すごくない？あ、嬉しい。アームカバー、おしゃれ。おしゃれだね。あ、嬉しいよ、ほんと、これ。素敵。ね。いい感じ。夏じゃなくてもいいでしょ？素敵。あ、もう、半袖とかね。そういう時にね。おしゃれー。まあ、来年も使えるし。で、こうやってね。これ。あら、ちょっとあそこの奥様素敵やない？アームカバーとバッグがお揃いよ、ちょっと。まあ、なんていいのって。すれ違う人がね、喋ってる。まだありますよ。前向きベストです。サイズ合えばいいのですが、つかちゃん。まゆやり。つかちゃん、まゆさん。つかちゃん。つ
かちゃん、ありがとうございます。こんなに素敵なの、ちょっと見たい。かちゃん、これ、すごい素敵だと思う。わあ、嬉しい。肩でしょ？こういう風にして。で、ここで止めて。上手ー。いやー、これで、着させていただきます。ライブとかでもね。普段でも、ちょっとお出かけしたいとき。で、長袖、中に着てね。ちょうどいいじゃないですか。今の季節もね。色も素敵。色も好き。黒とね、グレーと、ちょっとピカピカが入ってるの。ピカピカがまたいいのよ。ボタンも、なんか、シックなボタンがついてて。これをね、ちょっと出しますね。ほらー。あれ？転がっちゃった。ネズミさんだって、これ。これ、ソランくんでしょ？これ。ほら、ソランくんでしょ？ちょっとこっちが大きいの。そう。白がね、ここが大きいから。上手ソランの役ね。みやちゃん。みやちゃん、友達だよ。ほら、友達。友達だよ。ね。どう？どうですか？友達ですよ。おひげがあるんだよ。顔合わせてくんない？ほら、見て見て、尻尾がこんなになって。上手もん、殿といい。つかちゃんといい、殿といい、マーラブさんといい、ほんとに。素晴らしいね。これは素晴らしいよ。ほら、ここにいてね。ありがとうございました。素敵よ、これ。なんか、本当に心が温まるプレゼントをね、こんな風に思いを込めてね、きっと一針一針。歌聞きながら編んでくれたって嬉しいね。幸せ。本当ありがとうございます。つかちゃん、ありがとう。感謝でーす。ありがとねー。ああ、ほんとありがとう。もう、ほんとにもう、ありがとうっていう言葉以外出てこない。はーい。それじゃあまたねー。皆さんも元気でね、つかちゃんもねー。バイバーイ。またねー。